天然スレートの屋根裏から見たスレート屋根。イギリスの古民家化粧スレート西洋で古くから使われてきたスレート屋根のスレートの本来の意味は年板岩のことである。年番岩は薄い板状に割れる性質があり、防水性、耐火性、耐光性、耐久性を持ち屋根材に適していた。歴史的建造物のスレート屋根の中には数百年の風雪に耐えているものもある。 天然素材のスレートを天然スレートと呼ぶ。近年は天然スレートが貴重かつ高価なものとなったので、現在一般に使用されているのは人造スレートもしくは化粧スレートと呼ばれる人工素材である。人工スレートは英語ではセメントボードセメントボードと言われ、スレートとは呼ばれない。化粧スレートとはセメントに繊維素材を混ぜて薄い板状に加工したものである。 ただのセメントは、ひび割れやすい欠点があるので、この欠点を補うため繊維素材を混ぜ、耐性をつけている。繊維素材としてはかつては、石綿が用いられたが、アスベスト問題が生じたことから、今日では、石綿は用いられなくなった。代わりに用いる、繊維素材は単繊維と呼ばれる、ガラス繊維や合成繊維などの短い繊維である。詳細は、 繊維補強コンクリートの項目参照。人工スレートには他にも以下のようなメリットがある。このような利点があるので、スレートは現在最も普及している屋根材である。建築用ご紹介、屋根材、スレートとは建築用ご紹介、屋根材、スレートとはありがとうございます。